CRM カンパニーって何なのかと例えばお客様にクーポンを送るとかもしくは情報発信するもっと言うとシナリオを組んでおくとそれが自動的に行われると贈呈であればそれをローコストかつワンストップで実現することができると。 皆さん、こんにちは。船井オナインです。えー、本日は過去すべての船井総合研究所のアメリカのグレートカンパニーツアーの参加実績のある、えー、片山さんにお越しいただきまして、情報について教えていただきます。片山さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、情報を導入することでこ、業績が3倍になるっていう話を聞いたのですが、この造報について本日教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。今回ですね、えー、9月に開催しました えー、グレートカンパニー視察セミナーで、えー、ゾウのアメリカ本社に行ってきました、まあ。そこら辺の話も含めて、今日はですねあの、解説できればというふうに思っております。前回は当社の三浦というコンサルタントが、CRM カンパニーというテーマで、ウォルマートについての説明をあのしていると聞いてますが、今回ですね、えー、ゾウの英国本社視察の、まあ、前提といいますか、まあ、今回のアメリカのグレートカンパニー視察セミナーのテーマで、 CRM カンパニーというテーマが実はございました。で、これは何なのかというと、船入流警報というのがございまして、固定客商法の原則というのがあります。つまりですね、不特定商法は特定商法に必ず淘汰されるというのがあって、例えば塚本さんが、まあ、具体名を出すとまずいんですけど、塚本さんもあれですよね、そのまあ、お休みの日とかは、まあ、スーパーであったり、まあ、もしくはその 日々、なんかちょっと夜ご飯ん管理とか行ったりすることありますよね。はいありますねありますよね。で、ところが、その塚本さんが行かれてる多くのスーパーマーケットって、性別でいうと、女性の何歳ぐらいの人がどんなものを買ったかみたいな情報は、ポスで抑えられてると思うんですけど、塚本さんご自身がどんなものを買ったかみたいな情報なんて、塚本さんが行かれてるスーパーって、抑えてないと思う,うんどうですよね。う 私も抑えられてないかなって思ってます。そうですよね。で、それに対して。塚本さんはアマゾンとかで買い物することありますよね。あります。アマゾンはもう抑えてますよね。塚本さんがどんなものを買って。うんはい、塚本さんがこんなものを買ってるから。はい、こういうと、うん、こういうものを買ってるっていうことは、こういうのもどうですかって、こうおすすめがどんどん来ますよね。すごい出てきます。レコメンデーション機能ってやつですね。あの、エーが。塚本さんの好みをですね。はいはい、こう、推察して。はい こんなものですかこんなものですかで話を戻すとですね結局アマゾンは何がすごいかっていうと EC あのつまりその通販だからいいんだっていうことではなくて本質的にですねアマゾンっていうのは CRM つまり CRM っていうのはカスタマー・リレーションシップ・マネジメントっていう意味ですが要は 顧客管理ですよね塚本さんがこういうものを買ったっていうのは個人個人でまあそのしっかり抑えることができてるっていうのがアマゾンの特徴なんですね。で、前回、三浦の話ってどういう話だったかというと、Amazon の本当のすごさえ、つまりその CRM カンパニーにならないと、Amazon にこのままでは大負けするっていうことにウォルマートは気づいたんですね。 前回の動画も見られてない方もいらっしゃるんで、ウォルマートというのは、売上高で46兆円の世界最大の小売業であり、かつ世界で一番売り上げの高い会社がウォルマートって、まあ、巨人ですよね。このままでは負けるから、自社も CRM カンパニーにならなきゃいけないということで、ハブサイドピックアップっていうそのビジネスモデルを始めて、業績を伸ばしていると、えまあ、そういう話を前回、三浦はあのさせていただいたということ。 なんですねなぜ増賄を導入すると業績が3倍になるのか、まあ、何をもって3倍かっていうのはちょっとまたそれは業種とかにもよるのでそれはちょっと置いといて。 実は3倍どころじゃなくて、まあ、例えば、エビア大食堂さんとか、造歩じゃないですが、取り組みをされた結果、売り上げって6倍になってますし、あと旅館で行くと、陣屋さんっていう会社があって、ここ、ここも赤字経営だったのが営業利益率で30%ですね、今。ですから何が言いたいのかというと、あの本当に取り組むと3倍どころじゃないあの成果が出るということなんです。そして、この CRM カンパニーになるためには、 ツールが必要ですよね。で、そのツールを提供している会社がまあ、造法であるということでございまして、つまり、その今回、crm カンパニーになるためのツールを提供している造法の米国本社を見に行ったと。まあ、こういう話なんです。一旦、私からはここまででよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、前回、私、三浦さんにもインタビューさせていただいて。 この辺りの CRM カンパニー、すごく気になっているので、これ実際にどういうツールを提供しているとか、はい、その辺り教えていただけますでしょうか。はい、そしたら、どういうツールかって話もさせていただきたいと思うんですけども、まあ、あの塚本さんも含めてあの、情報に親近感をちょっと持っていただきたいと思いますので、アメリカ本社がどんな感じだったかっていうのは、ちょっとご覧いただいていいですか。はい、はいお願いしますすこれですね バスで到着したら、さっそかのバンド演奏好きでですね、ランチの接待を受けまして、これカントリーミュージックの生バンドなんです。塚本さんカントリーミュージックとかお好きですかあんまり聞かないですね。あそうですよね。はい。はい、<laughs> テキサスですから。はい、それでですね、ランチ受けた後ですね、じゃあキャンパスツアーというか社内の見学だということで、社内の見学に連れて行かれたのがこれなんですよ。池。これ社内なんですよ。それで、造庫、えー、の社員が池を作ったっていうんですね。 でなんで池を作ったかというとテキサスでこれ砂漠みたいなもんなので雨が降らないんで考え用の池がいるんだと。だから考え用の池を作ったっていうんですね。じゃあなんで考え用の池を作ったかというとキャンパス内にとにかくりんごとか桃とかを植えてて造ホってグローバルで1万人以上の従業員のあるい,いる巨大企業なんですが。 まあ、グーグルとかアップルとかと違ってですね、もう自分らで本社を作るとこういうことなんですよね。で、リンゴの木や桃の木を会社の敷地に植えるんだっていうことで、こういった池を作ったりとかですね。実は最初このキャンパスとは30分やる予定だったんですけど、気温が30度を超えててですね、もうこのままだと熱射病になっちゃうということで、こちらですね、オフィス棟に移動しまして、 でこのラジュさんというのは、アメリカの,あの責任者の方なんですけど、うんうん、講演を、まあ、あの聞いたということなんです。で、造報というのは、ちょっと後でまたお話ししますけども、要は CRM のプラットフォームを導入してて、造報を導入するとすべてのことができるということなんです。かつ、コストが同業のツールと比べるとすごく安い、4分の1から5分の1コストが。 あるいは、塚本さん、船井総合研究所だったら、マーケティングオートメーション入れてるのをご存知ですよね。あはい、はい。40万件のリストに対して、毎月200件のメールマガジンを送ってるんですよ。従来は、これ、ちょっと会社名出しませんけど、アメリカのあるあのマーケティングオートメーションを使ってて、毎月60万円かかってたんです、従来はね。はいで。今年の2月から船井総研も、マーケティングオートメーションを造歩に切り替えて、同じことをやってるんですけど、 増法に切り替えても何らトラブルってほとんどないですよね。従来通りのことできてますよね、メールマガジン今まで月60万払ってた。マーケティングオートメーションってそれぐらいかかるじゃないですか。それが増法に切り替えていくらになったと思います ?60 万円払ってた。3万円です。えっ、そうなんですね。60万円払ってたのが3万円ですよ。びっくりするほどね、価格競争力があるっていうことなんです。 まあこれはプロダクトにもよりますけどね、今のは、まあ、極端な例でした。うん、それで、じゃあなぜ増歩、oh、は価格優位性があるのかというと、まあ、そういう話をラジオさんはしてるんですけど、実は増歩、oh、っていうのは、営業マンが一人もいません。うん、もっと言うと、いわゆるプロモーションっていうのはほとんどやってないです。まあ、日本ではちょっと東京駅とかでね、今最近やってますけど、はい、だけど営業ってほとんどいなくて、いわゆる販売促進っていうのをほとんどやってない会社なんです、増歩、oh、って。 それで一般的なシステム会社っていうのは、売上げのですね17、17%を営業経費につぎ込んでると。造法は一切そこにお金をかけてない。口コミで、要はそのまあ売れていく仕組みをまあ作ってるっていうことなんですね。ですから、その余計な反則費をかけないから、ローコストに提供ができると、こういう話なんですよ。ですから余計な経費を使わないっていうことで、今映ってるこのオフィスも、 ほぼ増歩の社員が作ったみたいな。平屋ですわ、だから。<ー>東京ドーム20個分の敷地なんです、これがね。<ー>というような、そういう会社なんです。だから、その、アメリカのビッグテック、ガーファムとか言ったりしますよね。<ー> Google であったり、Apple であったり、Facebook であったり、はい、Amazon、それからマイクロソフト真逆の経営で、まあ、さっき言ったように、例えば我々は高層ビルは建てないって言ってますね。まあ、それが合ってるかどうかは置いといて、高層ビルは逆にモチベーションも下がるし、 精神的にも良くないんだと、まあ、確かに4階より上に住むなとか言ったりしますよね。あとまあそのアメリカのビッグテックとの大きなまあ造庫もアメリカの会社のようなもんなんですがアメリカのビッグテックとやっぱり大きく違うのは外部資本を一切入れないとつまり上場もしないし借り入れもしないと造庫は創業以来借金ゼロで。 黒字経営をやってて、まあ、さっき言ったように、全世界50カ国に導入がされてて、全世界で塚本さん、の造法って1億人のユーザーがいるんですね。ものすごい数です。えーはい、だからあの、はい、導入件数だけでいくと、CRM のプラットフォームでいくと、おそらく世界一の実は会社なんだということなんです。まあ、ですから なぜ上場しないのかというと、上場すると買収されるリスクであったり、あと株主にやっぱりまあ期待に応えるみたいないろいろなまあそういう要素が、まあ、当社もフランス家も上場しているわけで、上場のメリット、価値っていうのは多々あるんですけど、造、ま、庫、あの場合はとにかく外部資金を一切入れずに、えー、研究開発に注力していると、こういう会社だというところなんですね。それで、まあ、じゃあどういうことができるのかっていう話なんですけども。 CRM カンパニーっていうのは、実はあの似たような世界で顧客リストカンパニーっていうのがあるわけですよ。はい。CRM と顧客リストって塚本さん似てますよね。似てますね。似てますよね。はい、だけど顧客リストカンパニーと CRM カンパニーって違うんですよ。もっと言うと、何もやってない会社も多々ありますよね。はい、顧客リストもあんまり持ってないっていう会社もあるじゃないですか。はい、で、この違いをね、はい、説明すると、情報についても、うん、まあご理解いただけるかなということで。 これが顧客リストカンパニーです。ですから、このレストランは結構頑張ってて、お客様のリストを Excel で持ってるわけですよ、例えばね。はい。お客様のリストを Excel で持ってるレストランって塚本さん立派ですよ。なんで立派かっていうと、う塚本さんレストラン行ったって、レストランの人は塚本さんが誰かって全く把握してないですよね。うん。してないと思います。してないでしょ だから、そのしてないってことは何もやってないカンパニーなんですよ、そこは。はい、だけど中には、例えば会員になりませんかとか、会員権出してるところもあるでしょ、うん、そこは塚本さんの名前もちゃんとリスト化してて、多分誕生日になったハガキとか来るでしょうん、誕生日どう,、うん、どうですかって来ますよね。はい、それが顧客リストカンパニーです。なるほど。だけど、ハガキで送るとか、ここに書いてるけど、あと RFM 分析っていうんだけど、 例えばあの1回お客さん来たけど1ヶ月間だ来ないってことだとやっぱり継続的に来,さ来ていただかないと固定客にならないから例えばあの来店されて1ヶ月経っても来ない人にはクーポンを送るとか3ヶ月経っても来なければ割引券は、まあ、クーポンと一緒だけど送るというようなことをやってるわけじゃないですか。 つまり顧客リストカンパニーというのは顧客リストは持ってるんだけど、はい、まあそれでまた DM を作ったりはがきを作ったりもっと言うと予約電話で受けたりみたいなアナログの要素が高いそういうのが顧客リストカンパニーなんです。ここまではイメージつかめましたですか はい、すごくよくわかりました。じゃあ CRM カンパニーって何なのかと,と、それが全部デジタル化されてるわけです。例えば今回、あの、まあ、三浦からも話があったかもしれませんが、えー、チックフィレイっていう会社なんか、そまあ、こういうことを実現してるわけですけど、例えば、その顧客接点っていうのがデジタル化されてて、例えば LINE とか、そういうのでまあお友達とかになって、 で自社のお店に、えー、例えば新しいメニューできましたっていう風に自社のホームページにアップするじゃないですか。そうするとそのアップした内容がそのまま、まあ、インスタグラムであったり、えーうん、もしくはその例えばフェイスブックであったり、まあ、LINE でもいいんですけどそういう SNS にも同時にアップされる。塚本さんってレストラン行かれるときに 例えばインスタグラムとかの、そういうなんか評価とかご覧になられたりすることってありますよね。あ、見ますね、すごい。ですよね、インスタグラム。ですが、はい、インスタグラムっていうのは、要は顧客接点というふうに捉えるべきなんですね。うん,うん、うん。例えばこういうその新しいメニューを作りましたと。で、まあ、その今度こういう割引券があるんで、どうですかってことをラインでこう、お客さんにこう通知したりすると。 そのラインで通知されたお客様がホームページを見るじゃないですかさっき言ったマーケティングオートメーションっていうのが導入されてるとどのお客さんがどのページをどれぐらい見てるかってことが全部わかるんですね、うん、そうすると例えばワイン特集とか言って例えばカリフォルニアの聖地ナパのワインのに合う例えば料理とはみたいなテーマで例えばそこを一生懸命見てる人がいるとするならば私がもしレストランのオーナーだったらそのお客さんがらいらっしゃいませとところであのワインが新しいやつ入ったんですワインリストをお持ち ししましょうかワインにご興味あるんですかとか言ってあなんでわかるんですかなりません、ね、なりますね。はい、びっくりですね、えー。ですから何が言いたいのかというと CRM のプラットフォームっていうのはそういうことなんですね。これが CRM カンパニーっていうことなんですよ。ですから何が言いたいのかというと例えばお客様にクーポンを送るとか、えー、もしくは情報発信する。 一般的には紙でそれをまた送るとか、その手間がかかるんだけど、そのボタン一つ、クリック一つ、持ってとシナリオを組んでおくと、それが自動的に行われると、そういうことができるんですね。ということで、例えば飲食業界だと、2倍から3倍ぐらいの差がつくと。まあ、ちょっと時間の関係もあるんで、詳細申し上げられませんが、うん、例えばさっき申し上げた、陣屋さんとかの場合は、ずっと赤字経営だったのが、今営業利益率で30%。 になってるとか、さっき言ったエビア食堂さんは1億円ぐらいだったら売り上げが今6億円ですから、えー、それはこの CRM カンパニーということを実行されているという話の中で、贈、え、保、ー、というのはこれ全て対応できます。贈保を導入すると、これが全て対応できると、うん、まあこういうことなんですね。えー、ですから、まあまあ、今回のアメリカ視察のテーマとして、CRM カンパニーを目指そうというのがあったわけです。でその CRM カンパニーを目指すという、まあ、その文脈の中で、 それを目指すためにはデジタルツールってまあ必要なんですが、造庫であれば、それをローコストかつワンストップで実現することができると。じゃあその造庫ってどういう会社なのか見に行ってみようというと、非常にそのビジョナリーかつ理念経営をやられている会社だったと。こういうことです。はい。 かたね、ありがとうございます私もすごく最近、はい、東京駅や品川駅で情報の広告を見るようになったので、はい、実際の本社があんな形になっているっていうことを知ってすごく興味深かったです、はい、ありがとうございます本日は片山さんにお越しいただきまして、えーはい、情報本社についてまた CRM カンパニーの重要性についてお話しいただきました片山さん、はい、本日は誠にありがとうございましたあ,ありがとうございましたこちらのチャンネルでは不内流警報をベースに企業に役立つ情報を発信しています ぜひチャンネル登録お願いします。